はい、皆さんこんにちは、サイヨンです。さて今日の問題はこちらになります。皆さん、平行四辺形を一本の直線でこう切るとしたらどこに線を引きますか？一番簡単なのが対角線だと思います。対角線に切れば半分ですよね、どちらも同じ面積と。反対側もそうですよね。はい、他なんかありますか？他は、まあ、こう、平行に引いたりとかね、まっすぐとか引いたりとか、まあ、いろいろあると思います。今、こうやって引いたんですけれども、どの線も、ここ通ってますよね。平行四辺形の真ん中です。実は、真ん中を通る直線で切れば、このような線を描いたとしても、半分半分に分かれます。これは、この青の、はい、この四角形と、この四角形が、天体小180度回転しても全く同じ図形になるからです。はい、だから、いろんな線の引き方がね、あるんですよね。はい、これが平行四辺形を一本の直線で半分に分ける方法です。これは立方体だったり直方体とかにも応用できます。立方体を半分、これど真ん中ですね。立方体の真ん中を通る直線。まあ、例えば正六角形とかがありますけど、このような形で切れば、体積が半分半分になるとか、このように応用して使います。はい、もちろん平行四辺形で成り立つのであれば、長方形でもね、成り立ちますよね。真ん中をめがけて切れば、まあ、真ん中はね、対角線の交点を取りましょう。真ん中をめがけて切りましょうと。はい、で、このような直線ですと。ただこの問題に関しては長方形ではなくこの L 字型の図形になっております。そこでどうするのか。まず一つ目、二つに分けましょう。二つに分けてこの二つとも半分にする線っていうのを考えていきます。はい、左側の長方形に関してはこの点を通る直線であればどのように切ったとしてもこの左側の長方形は半分になる。はい、そのついでに、はい、右側の長方形も半分にしたいですよね。はい、さて何が言いたいのか、この点とこの点を通る、はい、直線で切ってしまえば、はい、この面積とこの面積が等しく、さらにこの面積とはい、この面積が等しくなるので、まあ、ここ仮にあっておいたら、あで、こちらがいでいで、どちらもあとい、e、とあといい、e、に分かれると。測らずに直線を書くことができるということになります。じゃあ、丸の2番、他の方法を考えてみましょう。他の方法は、今度は長方形をこう2つに分けましょう。こう2つに分けて、はい、下の長方形を半分にして、上の長方形を半分にする。つまり、このような直線でも正解ということになります。今回で言うと、こちらが、まあ、うにしましょうか。うえとうえで全く同じになると。さて、3番目なんですけれども、これ思いついた人すごいです。これちょっとやってみたいと思います。この切り方とこの切り方しかないんですよね。方法論としてはね。次、こうやります。この直線のと、はい、この直線延長した線のこの空白の部分に対角線を引きます。はい。で、全体としての長方形の対角線を引きます。さあ、何がやりたいか分かった人は鋭いと思います。はい。こうです。さあ、お分かりでしょうか。全体からいらない部分引いてます。今できた形はこの形とこの形ですけれども、これ全体囲ってるこのまず面積と、この面積とこの面積はまず同じですよね。この直線にここの交点を通ってるわけですから、この面積とこの面積が同じ。でも、こことここはいらないんですよ。で、いらないところの部分もこの交点通ってるから一緒じゃないですか。だから、この面積とこの面積が等しく、いらない部分の面積も等しいので、残った面積も等しくなるという引き方でございます。はい、これなかなか難しいと思いますけど、皆さん思いついたでしょうか？はい、というわけで本日は、1本の直線で2等分する方法というのをお伝えいたしました。いかがでしたか？
もしこのやり方が良ければチャンネル登録、高評価、もしくはコメント欄残してくれると幸いです。ありがとうございました。